小日向神社は、東京都文京区小日向にある神社である。本田別名、竹林佐の尾の命の二神を祀る。日川神社は、天行三年春、日立国国史であった、平貞森が当地を平定し、その法山として、文京区水道を二丁目付近にあった、総当州日輪寺の蓮華山に創建された後、大田道館により再興され、小日向の陳寺として栄えた。 八幡神社は、上岸三年創建され、王子の名を、田中八万といい、現在の文京区音は一丁目に鎮座していて、古くからこの地域の氏神様として、里人に親しまれていた。明治二年九月に両者が合祀され、明治四年小日向神社と改称された。明治五年十一月に尊社に列せられた。当社には、アリス川の宮、小松宮の掛け軸や、 機体等が収蔵されていたが、昭和20年5月25日の空襲により、消失し、担当にぶりのみが残ったという。戦後、昭和24年に仮殿にて復興、昭和38年には、現在の本殿が再建された。東京都文京区小石川区役所4小日向神社小石川区市1935年811から813ページ。 2020年7月7日閲覧、ありがとうございます。